今回は、暇空茜様から提訴されてしまった、熱海のあっつん様に関する話題です。なおあっつん様への嫌がらせや誹謗中傷はお控えください。やるなら事実陳列罪にしてください。彼はこれまでに数えきれないほどのとんでもない言動を繰り返していますので、とある一般人兄貴が、サイゼリアの写真をアップしてこうツイートしました。そして自分は今サイゼリアにいるのを、これでパスタ500円、安すぎん、ボンゴレにムール貝にサラダつけると満足、というリプが来て、一般人兄貴は、給料入ったら食いに行こう、と返信します。すると、このやりとりを突如、スクショで晒したのが熱海のあっつん様です。あっつん様の当時のツイートがこちら。ワンコインのパスタも、給料日じゃないと手が届かないらしく、ちょっと本気で顔引きつっちゃいました。なんだこの居酒屋。ドン引き。言いたいことは山ほどあります。一つずつ処理していきましょうか。まず熱海のあっつん様のツイートには、現実と異なる点があります。写真に写っているメニューは、ボンゴレパスタ、500円と、ムール貝のガーリック焼き、400円です。パスタだけ食べてるわけじゃないんですよね別に。まあサイゼリアだとサイドメニューが美味しいので、ついついもう一品頼みたくなってしまうのはわかります。一般人兄貴は、パスタとムール貝で合計900円の写真を見て、このパスタ500円って安くない。給料入ったらサイゼ食べに行こう、と言ってるわけなんですよ。このやりとりを見た上で、給料日じゃないとワンコインのパスタも手が届かないという解釈をするのは全く意味がわかりませんよね。熱海のあっつん様は著しく現実を歪めて見ているか、あるいは理解力がガバガバという可能性があります。ちょっと本気で顔引きつっちゃったのはこっちの方ですよ。あっつん、これ写真に写ってる以外にも他のメニューを頼んでいる可能性があるでしょ。サイゼリアは安く済ませようと意識すれば、そんなにお金はかからないんですけど、お酒を飲みながらサイドメニューを大量に頼むと、そこそこの金額になることもあります。一般人兄貴は、500円のパスタを食べに行こうではなく、給料入ったらサイゼ食いに行こうとおっしゃっています。何を注文するかは特に言及していません。一回の食事で2000から3000円くらい使うつもりなのかもしれませんし、大人なら給料日前は散財を控えるのは、別に普通のことでしょう。なので熱海のあっつん様のこのツイートは、マジで意味がわからないんですよ。ちょっとイチャモンが過ぎるというか、想像力が乏しいですよねこの人。熱海のあっつん様は一般人兄貴に対して、何か恨みでもあるのでしょうか。ちなみに一般人兄貴は、こんなツイートをされていました。熱海でこの値段設定でやるなら、マジでうまいもの出さないと老舗に勝てないからね。もともと魚介強い町だから、数年前に他県から来たポットでが、熱海で魚介を売りにするなら、生半可なやり方じゃのし上がれない。断定はできないんですけど、もしかしてこのツイートが原因なのでしょうか。例によって店の名前は出していませんけれども、そういえば以前にも店の名前を出していないツイートに、ブチ切れて晒していたことがありましたね。なお熱海のあっつん様が晒したツイートは、給料という文字が太字になっています。つまり熱海のあっつん様は一般人兄貴の ID とともに、給料という言葉で過去ツイートを検索している可能性が高いです。まあ普通に考えるなら、あっつん様が特定のキーワードで一般人兄貴の過去ツイートを検索して、叩けそうなツイートを血眼で探して、イチャモンをつけて叩いたということになりますね。一般人兄貴を叩きたい、という強い思いが先行してしまい、あのような意味不明なイチャモンになってしまったのではないでしょうか。もろちん自分の責任である程度好きなこと言ったら良いと思うんですけど、なんでこの人 SNS をやっているのか意味がわからないですね。最後までご視聴ありがとうございました。